グリーンイグアナは、ハチュ有コウユーリンモクイグアナカイグアナ族に分類される、トカゲ、グリーンイグアナ族の模式種、単にイグアナと呼ばれることもある。ガイアナ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ペルー、ボリビア、メキシコ、西インド諸島最大全長180センチメートル。 自己下部に円形の大型ウロコがある。体色は肺褐色や赤褐色、黒褐色。幼体の体色は明緑色や青緑色。オスは後頭部から背面にかけて縦紙状のウロコが発達する。2足に分ける説もあるが、明瞭な異がないことや、同所的に分布することから足を無効とする説が有力。熱帯ウ林ンに生息し、水辺を好む。 水面に張り出した木の上にいることが多い。泳ぎがうまく、危険を感じると水に飛び込んで逃げる。陸上で外敵に襲われると、噛みついたり尾を打ちつけたりして汚染する。植生はほぼ植物食。繁殖形態は卵生。一回に24から45個の卵を産む。頭から尻尾にかけて、棘のような、縦紙状の鱗が発達しており、これをクレストという。また、 喉から首下にかけて、皮膚のたるみがありこれを、デューラップという。これらのクレスト、デューラップは興奮するときに逆立ち、広がる。日本では、流通量が多く棄された場合に定着する、可能性があり、生態系への影響が懸念されるためよう、注意外来生物に指定されている。石垣島ではすでに定着している、可能性があるとされ、実際に日本テレビのバラエティ番組、 ザ・鉄腕・ダッシュでは出演者らが石垣島で野生化したグリーンイーグアナを捕獲し、その後料理するという企画が2度にわたり放送されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に妖体が安価で流通する。テラリウムで飼育される。ケージとして観葉植物用の温室や大型犬用のケージなどのような大型かつ頑丈で。 さらに高さがあるものを用意する。温室を用いる場合はガラスをで叩き割った例もある。ため、アクリルなどの割れにくい素材に差し替えることが望ましい。低温に弱いため、複数の暖房器具を用いるかエアコンなどでケージを設置した部屋ごと保温する。乾燥にも弱く、容体や小型個体は大きな水入れを設置し、大型個体に対しては加湿器を設置したり、 こまめに切り拭きを行い湿度を上げる。紫外線要求量は高く、日光浴をさせたり紫外線照射量の高い照明器具を照射する。餌としては野菜や果実などを与える。飼育下では配合飼料にも得ずき、専用の配合飼料も市販されている。大型種の上に成長が早いため、大型の飼育設備が用意できない限り、一般家庭での飼育には向かない。 早爪によって人にひどい怪我を負わせることもあり、特にオスは繁殖期に性格が凶暴になるため注意が必要。原産地ではガリナデパロと呼ばれ、伝統的に食用にされる。ありがとうございます。